ついて投げてると思いますし、岡本の当たりはセンターですが、ここは戻ったファインプレー、桑原が見事なプレーを見せました。すごいプレーが出ましたね。左中間を襲う打球、今どうでしょう、小池コーチからも丸サインどうかなというところですが、桑原今頭を下げました。野村さん、このプレーです。いやもう本当にもうなんて言ったんですかね、ジャストミートというかね、このタイミングでのねダイビングキャッチ、ちょうど放送席からも真正面に見えるんですけども、はい、ちょっとこう一球の失投を見逃さない桑原ですが、坂本が軽快の、桑原頭から突っ込んだヘッドスライディング、桑原決死の内野安打です。ベルトが切れるほどのヘッドスライディングを見せたでしょうか。あ、野村さん、この桑原のプレーです。いやもう気持ちがもう前面出てますね、今日はディフェンスでも攻撃でもね、はい、こういうプレーっていうのはもうチームにね先頭バッターですし、こういったしびれる戦いの中では勇気を与えてくれますよね。まあ、それにしても坂本のプレーも今素晴らしかったですよ。いやこのプレーももうセンターへ抜けようかというあたり、いやこれがまさにこう、まあ、当然なんですがお互いの一流の技術をこう見せ合うといいますか、決死のプレーが続くという。